再生ありがとうございます。おめペンでございます。スターウォーズバトルフロント2実況、今回はギャラクティックアサルトにね、こちら、アサルトの兵装とこのご覧のカードで強化サーマルデトネーターとボディーガードつけて、CR2 ですね、なんかサブマシンガンみたいなアサルトライフルでございます。こちら使ってやっていきたいと思います。まあ、こっち軍でこのキャラなので、まあそうですよね、まあこのマップだと思いました。エピソード7のマップでございますね。はい、というわけでやっていきます。もうね、バトフロ2楽しくてね、開始早々、エルドと、ヨコさんとね、生放送を繰り広げてまいりましたが、こういうね単発の、放送、単発というか、普通のね実況もね、ガツガツ開けていきたいと思います。もうね、むしろ私はこちらの方がね、楽しんでやってるところね見せれるような感じがします。もうね、仲間内でそういうワイワイやってるっていうのもねいいんですけども、やっぱりねそれだけじゃやっちゃにゃめっちゃ奥だな、ダメだわはい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 、こんなね練習力でございます。そしてリロードと、でこのね L1R 自動除地のねショットガンが強いんだ。ヴァンガードいやまあ打てなきゃ意味がないんですけどね。まあアサルトで、アサルト安定でいきたいと思います。今回は陛下があるので、まあ4種類陛下があるんですけれども、まあ基本的に私はアサルトかな、アサルトかヘビーが多いかなと思われます。もうね、なんでしょうね、スペシャリストを昨日、この、実況を撮る前の日にねスペシャリストをだいぶやったんですけれども、まあやっぱスナイパーは下手くそですね。悲しいけど悲しいかな。まあやっぱスナイパーはね、まあ、COD シリーズでもそうでしたけれども、まあ、あまり得意ではないかな。やっぱ私はどちらかというとショットガン派なのでね、敵を発見した、そういう戦い。よいしょ、この投げ方でどう、ちょうどいいちょうどいい刀の、このここジャンプしなくていいわ、こっからこんぐらい投げましょうでね、今回ね感度なんかね、感度だけじゃなくてね敷地もありましてね、前もあったのかな、私が無意識にやってただけ、無意識に敷地やってただけでしょうか。とりあえず、ね、そちらがねだいぶ大事。私敷地 10% とかでやってます。もう 0% にするとコントローラーの歪みでね勝手にね動き出してしまったのでそれはまずいぞということで、敷地 10% ちょっとだけ敷地をやってね、もう直感で操作しております。いやー眩しい、いややめた方がいいな、あまり攻めすぎてもあれですからね。あくまでこちらは今防衛フェーズですからね。というわけで、はい、いやとっさに勝ちやすいからね、このやっぱ向いてますね私、こういうのナイス、大丈夫大丈夫からのね、まあ、最悪ショットガンに持ち、わーおー、よし乗ってる人を倒せばこっちのもんでございますまあね、本当はねスペシャリストのスペシャリストですよね、わーアサシン的な能力も備えているので、痛い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 、あダメだもう前後からこの、ね、アサシン的な能力を持っていたりもするので、まあ本当隠密をねしたいならやっぱスナイパーが一番いいんですけれども、もう撃ってもマップに映らないとかね、足がやけに速くなるとかね、いろいろあるので、ね、そちらもいいんですけれども、私ああやられちゃったか。私はアサルトでもう淡々とね白兵戦をしていきたいと思います。ヘビーもねベータ版の時すごい強かった強化シールドがねだいぶ弱体化しまして、まあ、ちょっとねめちゃめちゃまあ脆い、まあ脆いんですけど、でも慣れてしまえば、じゃ違うね、カードで強化されれば割と前のベータ版の時と同じようにねプレカンでできま、痛い、危な、こっちかな、どうしようかな、 OK、 冷静に冷静に2発目当てていく、はい、横からこんにちは。もうね正面から撃っても私あんまり撃てね勝ってないことが分かりましたので楽しく横から攻めていきたい。そしてこの武器が本当に私に合うすごく強い。あっちかな、あっち側から来るかな、まあ、ここをね今のフェーズ、わあこのフェーズではあそこが
まあ、キーの場所なので、あそこ守ってあの上の赤いゲージの、まあ、39とかね書いてあるかなと思うんですけれども、あの赤いゲージの数字をゼロにすることをこっちは目標としてやっているわけでござい。届いたかな、素晴らしいいいね、あんまりジャンプしてってやらなくても大丈夫ですね、割と硬いですね。にゃー、ナイスキューブ。で今回このねオーバーヒートをクールするゲージが2つありまして、青だと、まあ、すぐに、まあ、即オーバーヒート解除だけなんですけれども、黄色だとねちょっと強化されますね、あのオーバーヒートしにくくなるっていうのになるので、しっかり、あーダメか、まあそうだよね、うーん、ああの強化シールですね、あの強化シールドが強いんだ、強化シール、あのなんでしょう、エリートトルーパーデラックスエディションでね、予約とかね、まあそういうの買った方はまあコード入れた方がいいっていうことをね、まあ、先に言っておくんですけれども、そのコード、特典のねコードを入れますと、スターカードのね、まあスターカードもね今回の強化みたいなシステムがありますので、その最大強化状態のシールドパワーアップ的なやつが、まずい、危ない、もうすぐ手に入るので、もうそれがあるないでもう大違いですね本当。あーやめて、オッケー、痛い、まずい、置かれ、あ、うん、飛行機か、そう飛行機がね今回上手い人が上手いんじゃあとここは開けてるからね使いやすいと思うんですけれども、あマジいな、マジいな、進んでますね。であれ、まあ、やられたとしても、まあ、次のウェーブに進みまして、まあ、敵倒さないといけない人数が30人プラスされていくというのを繰り返していくわけでございます。ウェーブ、3か 4ぐらいまであるのかな、なのでまあここでまあ別に焦らずともね平気は平気なんですけれどもね、ねえ激合わせたけどもね。でまあ、今回はねこのポイントを貯めて、まあ、こっち側のヒーローになりましょうと。で、マップによって、安いヒーローがいるんですね。今回カイロレンが安いですね。あのエピソード7のマップだからだと思うんですけど、カイロレンが安い、6000ポイントになれる。ちなみに私は今、4498ポイント、まあ、基本的には8000ポイント貯めてなるというのが基本なんですけれども、まあ、自分の、まあ、そのマップに適したヒーローだと、あやられちゃいましたね。はい、というわけで15から30追加して45になりましたね。でまあこっちはリスが下げられて、向こうはリスがちょっと前に上がると。で今度はここら辺を守るのかな多分ね。どうでしょうか、まあ、そのメインエントランスで防衛に当たれと。というわけで、ここら辺あのシールドのところに、まあ、敵がたくさん入ってくるとまずいよというものでございますね。なのでまあなるべく敵を進ませないような形をしたいので、ねえもうこれはちょっと出過ぎたね、出過ぎた真似をしましたね。あしかしサーバーで取れた、当たりました、ラッキー。で今回はねあのデス数が表示されないんですね、この何でしょうみんなの画面に。でまあ私のデス数はね今ね6デスで11キル2アシスト6デスなんですけど、デス数表示されず、キル数も表示されず、表示されてるのはまあ撃破、キル数プラスアシスト数が、合わさって表示されているので、まあねみんなにはまあ一体誰がどんだけしくじったかがわからない、でもどんだけ頑張ったかはわかるっていう素晴らしいシステム、これはね素晴らしいと思う。おもーにゃーレイがいましたね。私まあもう1000ぐらいで、カイロレンになるので、多分この次のウェーブが最後かな、ですのでまあねカイロレンになれる可能性は高いんじゃないかなと思いますが、正直ね私はダースモール以外に興味がないほどにダースモール強なので、まあ、まあ、状況だね、どんぐらい溜まるか、ちょっと、になりますので、痛い、別の場所から痛い、いや、タレットが置いてある、危ない、爆弾がすごい、あー、オーバーヒート、失敗した、ちょっと前に行きましょう、ほっ、前ローリングしながら、いやー、出れないな、この裏に来るだろう、敵を倒していきたい。まず爆弾が溜まったらそこに投げーので投げ、あ前にいた、やられましたね。おカイロレンなれるな、ウェーブ進みそうな気がするので6100か、ちょっとうーんカイロレンやるか、カイロレンやりましょうか、
やれるうちにやっておこうというカイロレン素顔モードでございます。これも、普通にね、まあ、ガチャとかガチャじゃないな、ポイント、まあ、ポイント3種類あったかな、あの課金ポイントと、まあ、ガチャ回すポイントと、装備を作るポイントみたいなあるんですけれども、まあその何でしょう、装備を作るポイントでもうできるので進めねえな、できるので、まあ、基本的に、まあ、結構ポイントがかさむものなんですけども、この素顔っていうのはね、エリートトルーパーデラックスエディションを買った方はもうすぐに使えます。素顔、この割と似てるこの素顔いるね、待てー、まーっときついな、いや待ってきついか、あらダメか、いやマジか、あ戦車来てた、それはやられた、いや大失敗ですね今のね調子乗りましたね。41か、まあでもね喋りながらやってるとねこういうこともありますから、特にね説明しようとするとね私が下手くそになるのはねもう周知でございますせっかくねいいスコアしてたんですけどね、いや今のはもうボツにしたくなるような素晴らしい失敗でございました。まあねこの第3ウェーブまでねうまく進めてこれで勝てれば私的にはね採用にしたいなと思ってるんですけど、ぜひね、ま、なみんなの力合わせて勝ちたい、できることなら勝ちたいな、そこ開かない、まだ開かないか、おチュン、あー撃破、爆弾が強いここも開いてるか、もう開いてるね、こっち側から開けれなさそうですね。でもこれうわっハンソロー、ハンソロー、いやカイロレン食ったら本当痛いな、へこむなせっかく実況でいいとこ見せるとこだったんですけれども、いやパート1からあれはちょっとね精神的に来るものがあるな、でもまあしゃあないしゃあない、もうね、あ、ここ壁、壁、壁、もう壁に思いっきり走っていきました。ちょっとね、このカイロレンさんはどこか行ってしまったね。で、その分隊というシステムでね、まあ、4人ぐらいで、まあ、自動でもうね死んだ人から順に、まあ、リスした人から順にか、ポンポンと、4人あの枠にはまりまして、まあ、4人揃い次第出発、もしくはまあ秒で何秒ですよっていうことで出発みたいな形ですので、よしナイスキル、とか言ってるとここら辺からゲートコントロール、まずくない、あちょっとこっち側か、いけ、爆弾が強い、そしてどうなってどうなってる、後ろから、はいはいはい、ナイスナイスナイス、助かったナイス、あっルーキー的なウーキー族が、ウーキー族がーあれ中ばっかじゃないですよ、ウーキー族ですから、ウーキーウォーリアーですからいやあと10キルか、いけるだろう、こっちまでいくら死んでもいいので、あそこは守れさえすればね、でどっちももう完璧守れてるので、いやこれはいったな、背中のねこのね大きめなパックを見るとねもう飛べるんじゃないかと思うんですけれども、そんなことない、ただのランドセルでございます。ここをね起動されたらきついっていう、まあ、相手のゲージが進んでしまうんですけれども、まだ全然広場にすら敵は入ってこれていないので、これはいったな、もしものもない、はい撃破おやりました。というわけでもうねカイロレン本当ボロクソでしたけども、お1やりました、19キル5アシスト11です、まあ、死んだけどキルがだいぶできたのでね、1位になることができました。 でもね敵のあれを見ても分かるんですけども、わー出れないか、出れないよね、まあしゃあないしゃあない、まあしゃあないしゃあない、まあねやるべきことはしました、うん、なすべきことをなせってね、はい、というわけでね撃破数24はね、あのアシストが追加された数ですので、スコア的にはこんな感じ、この敵のスコアはとんでもないんですけれども、まあ、こちらねチーム力で勝ったということでございましょうか。もう一人がね、もう飛行機とかヒーローとかで大暴れしたとしても、
まあね、それだけでは勝てないのがこのゲームの素晴らしいところでございます。というわけでご視聴ありがとうございました。生放送もねしていくのでね、ぜひこの動画を見た方は、不定期ですけれども夜やってると思いますので来ていただけると嬉しいです。またね、バイバイ。おめペンでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をして他の動画も見てみてくださいね。高評価、コメントとお待ちしております。